国連は、小イカ白連続に分類される、淡水魚の一種。白連と共に連魚と呼ばれる。中国原産種で、四大化魚の一つでもある。中国では、河南を中心に、一般的な淡水魚であり、主に、玉江水系と長江水系に生息する。郊外北にも生息するが、その数は少ない。僧魚、白連、青オと共に、 中国の四体観魚と称される。白蓮よりも養殖効率、味ともに良いとされ、台湾で蓮魚というともっぱらこの本種のことを指す。東南アジアなどにも移出されて養殖されたり、自然の河川で繁殖したりしている。白蓮によく似るが、大色が白蓮は銀白色なのに対し、国蓮は大色に黒みがあり、全身に黒い雲状の斑紋が広がっている。 腹の部分の竜気円が腹びれの位置よりも後の方にある。白蓮よりも成長が早く最大1.2メートルに成長する。体長は体高の3.1から3.5倍、頭長の2.9から3.4倍と相対的に頭が大きい。日本へは青葉と同様に白蓮と創業を輸入した際に混じってきたと考えられている。日本ではトネガ水系、 江戸川、霞ヶ浦、北浦で自然繁殖が確認されているが、その生息数は極めて少なく、幻の魚とも言われる。淀川にも放流されている。主に流れの緩い川や湖で繁殖し、中上層で生活する。白蓮と同様プランクトン食であるが、植物プランクトンではなく動物プランクトンを主たる食物としている。中国大陸及び、 台湾の標準名は、であるが、地方名に、魚、花、オートギ魚、黒、豊か唐魚がある。ベトナムでは、カーメイホア、タイでは、プラーソンと称する。国連の養魚白蓮と同様に古来中国大陸、台湾などで食用に養殖されてきた家魚の一つである。中国では、カナンを中心に四体家魚を、 同じ養殖地を使って養殖することが行われてきた。現代の大規模な養殖法では別々に養殖されるが、4体化魚を含む全炭水魚のうちで4番目に出荷量が多く、2010年には中国全体で255.1万トンが出荷された。小別では、湖北省、広東省、厚生省、湖南省、安岐省、チャンスー省、 厚生地湾属児地,地区、四川省の順であった。1980年代までは、香港でも、地魚を中国から輸入して養殖が行われていた。中国においては、食用炭水魚として、重要な魚種である。特に、関東省の高門市や、仏山市では、魚と呼び、煮物や、砂鍋魚等などの土鍋料理やスープにして食べる、ことが多い。純徳料理などでは、 頭の皮のぷよぷよした部分を緊張して食べる。海水魚が主流の香港の市場にも中国産のものが出回っている。大型の淡水魚であるため、スポーツフィッシングの対象としても扱われている。ABCTJ、玉江魚類師、ピアニッシも116から117、科学出版社、1989、北京。 ISBN7 から03から000865から、零 a b 侵入生物データベース日本の外来生物魚類国連江戸川は、トネ川の分流で、トネ川水系である。AAB 分鈴木、香港淡水魚類 P28、香港市政局1981、香港農業部漁業局編2011、中国漁業年間 P188、2011年、 北京、中国農業出版社、ISBN 978から7から109160842。ありがとうございます。